どうも、クマです。まあ画面見てもらったら分かる通り、ロキアの専用武器プラさんやっとできました。てか早かったな、むしろ今回。あれ？あ、いいのか。光栄スキルなんだな、こういうスキルが。アイロニックライムと。で、なんかロキアはすごいね、なんか支援キャラらしいんですよね。で、かなり星5としては珍しく、なんかバフをかけるスキルっていうのが、なんかロキアの強みらしいですね。じゃあロキアにちょっと装備させてみるか。ロキアいたな。じゃあロキアについに専用武器プラさんを渡して、おお、なんか見た目がどう変わったのかわからないけど、じゃあこれでね、ちょっと潜ってみましょう。まあロキアの試し切りやってみましょうか。まずはこの辺外れてもらって、ひなのちゃんも外して、まあここにねロキアを入れる感じにしましょう。防衛スキルだからね、ここに入れると。うん、あ、なんか剣は結構かわいいね。前から見るといまいち剣の良さがわからないけど、後ろから見るとわかるね、専用武器だっていうのは。じゃあこれで行ってみますか。行くのは、まあ、せっかくならね、魔球行くか。あ、そのまあいいか、魔球行こう。多分このメンツ3人だけでもいけるやろ。あ、やべ、音鳴らすの忘れた。さあロキア専用スキルが出るよ。あ、弱っ何それ。あ、弱っなんかロキアはなんか星5としては専用武器の強さがめちゃめちゃ弱いとは聞いていたんですが、まあよ、本当に弱い本当に弱いわ。破格の弱さだなこれ。あ、でもバフかかってる、なんかのバフがかかってるぞ。では音出すの忘れちゃった、ごめんなさい。あー、なるほどな。まあバフ要因か、完全に。あー、かかってるかかってる。おー、すごい、物効回避クリティカルアップ。あー、いいね。まあロキア自体の、まあ、強さは大したことないんですが、他の攻撃系のねバフになって、まあ DPS 的に上がるのかな、総ダメ的には。まあちょっとそこら辺はまだわからないんですが、まあかなりね使いやすいキャラなのかな。うん、まあ光栄だしね、うん、死ににくいしいいんじゃないでしょうか。じゃあちょっとね、ウェポンハンマーもまだちょっと使用中なんで、まあ適当になんか一個武器作っちゃうか。いや、やっぱね、今ね、あ、魔境は本当に回った方が良くて、まあ、これ見たら分かる通り、あの限定のアクセサリーハンマーとか、ウェポンハンマーとか、まあ、ガードハンマー、あとは、まあ、銀ポスとかね、金ポスとか、まあ、銀ポスは違うな、金ポスとかがすごい落ちます。金ポス私3個くらい落ちて、もう2個使っちゃったんですけど、かなり落ちるからね、ほんと回った方がいい。で、作るのは、まあどうせだったら適当なやつの専用武器作るか。うん、これでいっかな。これで、あ、違う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 。これ、あれだよ。巫女の専用武器だよ。これもう持ってるっつ。挽回作ろう。まあ、できねえ。あ、どっちか作れるね。じゃあ、これでいくか。多さ。まあ、これでできたらびっくりだけどね。ちょっと待って、もう一回さ、音出して回りたいな。そうそう、音を聞きたいんだよ、専用武器の。ちょっともう一回、専用武器の音聞きましょう。まあ、ここ弱いんでね。まあ、エルザ。エルザだよね。おぉ、なるほどね。音楽系の音なんだ。いや、いいね。まあ3軍としてはいいんじゃないか、全然。いいね。まあこれもね、まあ倍率がそんなに高くないんで、本人自身のレベルが上がってこれば、まあそこそこの威力で、まあバフかけれるっていう、なかなかいいスキルなのかな。で、これ縦列
じゃない、横列か。横列攻撃っぽいね。あーなるほどな。怪我はないか。まあどれぐらい上がってんのかな。まあ動画ちょっと見てみて、どれぐらい上がってるか見てください。しかも乱入きた。これで星5ドロップしたら神やぜ。でも乱入でね、まだね、なんか社員ドロップが1回もない、ね、お、全員にバフかかったね。君には安息が必要なのさ。まあないか。これで一安心ですね。ここだよ、問題はここ。これも、あー来ないね。何かお手伝いしましょうか。はい、まあ結構、まあなかなかか、いいキャラなんじゃないかなと思います。まあ、これでね、また星5の、専用武器作りが、まあ、一旦終わってしまったんで、またしばらくは、そうだな、サブキャラの、まあ、サブキャラというか、星5以外の、まあ、専用武器を作っていくか、まあ、何しようかなって感じですね。うん。正直、結構やることが少なくなってきた。カンパニも。できればね、星5をもっとやっぱりドロップしたいんですけどね。まあなかなかドロップするのも難しいです。まあ頑張ってね、今回のイベント星5をドロップする可能性はあると思うんで、まあ頑張ってしっかり周回していこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。